予選ラウンド残すところはあと3つ。プレイヤーズコンベンションオープン2022サポーテッドバイ日清食品ということで、愛知スカイエキスポからお届けしているマジック・ザ・ギャザリングパイオニアフォーマットで競われているこのトーナメントも予選ラウンド残り3つ、11、12、13と勝ち抜いたプレイヤー8名が決勝戦に進出します。このラウンドをお届けするのは山本圭一さんと泉健人さんのピッチャーマッチでございます。私岩翔が僭越ながら皆さんの観戦のお供をさせていただいております。いやなんかね、11ラウンドって聞くと、まあ、数字で見ると長いんですけど、本当に今回はイベントの進行がサクサクで、まあ先ね、昨日も7ラウンドの初日があったわけですけど、だいたい7ラウンドってなるとね、7ラウンド目が終わる頃にはもうクタクタになってたりするんですけども、あと2つあんのかとかなったわけですけどもね、多い日だと10ラウンドとかもあったりしましたからね。それくらいと7は短いようで、まあそれでもなんだかんだ長いんですけど、でも本当にプレイヤーの方々が、延長が出てるタックはほぼなかったようで、スムーズにトーナメントが進行して、まあジャッジ、プレイヤー、皆さんのおかげです。さあ、山本さんと泉さんのフィーチャーマッチ、ジェガンサが見えますね。今回のフィーチャーでは初の登場ですかね、相棒ジェガンサを携えている。泉健人さんがグルールビークルズということで、赤緑2色の機体を主軸としたデッキ、対して山本圭一さんは晩年にも出てますね、スピリットデッキです、青タンスピリット。霊体の船乗りで、インスタントタイミングでクリーチャーを展開しつつ、終着的探訪でクリーチャーのサイズを、まあ、青のスピリットに足りない打点を上昇させつつ、対戦相手にダメージを与えることができればカードを1枚引けるという、さあそのクロック兼アドバンテージ弦となっている船乗りに踏みつけを打ち込みましたが、これは鎖ならしでスピリットに呪言能力を与えて対象にならなくして弾いた。対して泉さん、おお、エシカの戦車を展開しましたが、これは打ち消されましたね。青タンスピリットの強みが出ましたね。1マナでね、この打ち消し呪文を持っているというのがガイストライトスネアですね。スピリットとエンチャントをコントロールしていると、唱えるためのマナコストが青1マナだけになるという、対戦相手に3マナ要求する打ち消し呪文、これでエシカル選手を弾いて、さらに思考の限定まで追加して、クリーチャーを展開したいが、山本さんのインスタント戦術で翻弄されているというところ、一体一体の、ね、クリーチャーのサイズ、単純な打点という面での質で見ると、まあ、グルールビークルの泉さんが勝っているとは思うんですが、
青タンスプリットね、まさしくも理想のゲーム展開になってますが、しっかりとカードが噛み合って奥さリレーまで展開。ここで隙が見えたので踏みつけで厄介な探訪付きのフラノリを潰して、鎖リレーでラノワールのエルフを一応タップと使えるマナー、まあ、このターン出したので召喚をしてますが、まあ、タップしておくに越したことはないと寝かせて次ターンを迎える。ザンライフ10点に対して戦力としては8点分のクロックがあると。執着的探訪でワンドローを、泉さん残ライフ2点でアンタップアップキープドローしていいですかと。このね、鎖ならしがいるとスピリットが全て瞬速持ちになるので、鎖リレーとかいろいろちょっとね厄介なやつらが飛び出てくる可能性がある。いちいちこのお伺いを立てねばならない、まあ伺う許可を求めるということで、許可っていうねフレーズからパーミッションというふうに呼ばれるんですけども、こうやってクリーチャーを積極的に展開して、まあ、クリーチャーのことを相手のライフを刻む一つの時計と例えてクロックというふうにも言うんですけども、クロックを展開してで、相手の行動に許可が必要な打ち消しを構えて妨害する、クロックパーミッションと呼ばれる戦術です。これが見事にはまってメインデッキは青タンスピリット側、山本さんのデッキが勝利。さあここからサイドボーディングを行うわけですが、そうですね、サイドを見るに サーガスト、霊気の噴出とか色対策、あとは草リレーですかね、クリーチャーをタップできる草リレーを追加で足す。サイドボードに入ってるんですね。これもまあ殴り合いデッキ同士で非常に効果的かなという、青タンスピリット山本さん側のサイドボード対して泉さんのサイドは便利な時代になりましたね。今回この大会運営を担っているウェブツールでプレイヤーと、そしてそのプレイヤーが登録しているデッキをね見ることができるので、前までは参加者が書いてくれた紙のリストを数百枚の中からこの人どこって言いながら探してデッキリストを見たりとかすることはありましたけども、今やこうねデジタルで事前に登録してくれたデッキリストをちょっと検索機能を使えば少々一度見ることができるので、そうですね、泉さんのデッキは、まあ、赤緑グルールビークルズ、まあ、ビークル機体ということで、エシカの戦車と、領事の機関スカイソブリンの、まあ、4マナ5マナとずっしりめの打点に非常に優れた機体を主役として、でそれに登場することがまあ得意というか、点数で見たマナコストで引い出てるクリーチャー、骸骨の巨人とか恋煩いの野獣といった面々、単純にカードとして見ても強いですが、こういった機体をアクティベート起動するためにも非常に効果的。
あとは無謀な嵐探しのようなスタンダードの活躍している速攻を付与するクリーチャーとかでガンガン殴って押し切ると。メインからアクロス戦争がね4枚入ってるというこの超攻撃的な仕様がまた熱いですよね。さあそんなグルール側のサイドボーディングとしては1マナ4点青か白のクリーチャーに1マナ4点ダメージを与える火力除去が3枚採用されているので、まあ、ここはまあモブドーム用で入ってくるのかなというところですね。竜弾ですね、レンディングボレー、まあ、今回のパイオニアでも非常に多くの赤いデッキのサイドボード、まあ、赤かったらこれはもう入ってると言ってもいいんじゃないかなというようなカードですけど、1マナインスタントで打ち消されなくて白か青のクリーチャー1体に4点ダメージを与えると、まあ、クリーチャー以外にプレンズウォーカーにも、ね、ダメージを与えたかったりタフネス5を倒したかったら丸焼きという選択肢もあるんですけども、まあ、より軽く1マナで相手4点当てれば大抵落ちるということでこちらを採用しているリストが多くなっています。でもちろんその標的となっているのは、まあ青白緑バントカラーだったりこういった青弾だったりというスピリットデッキということですね。さあサイド後の第2ゲーム泉さんが2ターン目ラノワールのエルフから無謀な嵐探しでゲーム開始。これが問題なく戦場に出たようですね。自身を対象に能力を誘発させてパワーさんの速攻へ攻撃、これは好スタート切ってるかと思います。船乗りが出てきましたが先ほどはこの1ターン目出た船乗りに担保がついて、まあ、結構な手札をもたらしましたからね。今回は担保はなしで素のアタックで1点ですが、ここからまあじわりじわりと増長してくるのがスピリットの怖いところですね。さあこれはエンチャントされているクリーチャーが01の市民になるオーラですかね。なかなか面白いカードサイドボード青タンスピリットならではって感じがね。承認法でしたっけね、ウィットネスプロテクション。これでまあ無力化したわけですが、11の市民になるんですね。さあ泉さんは骸骨の巨人も展開して、対して山本さんは船乗りで攻撃してターンエンド。1ゲーム目に比べるとちょっと今回は青タンスピリットがおとなしい展開になっていますが、この隙に期待カードが戦場に出てきてそのまま押し潰すか、あるいはこれだけまあ何もしてこないというか動きがないと、まあ、打ち消しを大量に持ってるということなのかなっていうふうに怪しくは感じるところですけども、
ライフにはまだ大きな開きは、まあ、6点、まあ、7点ぐらいなら、まあでかいかちょっと感覚がおかしくなってきましたが、ここは恋煩いの野獣も出てきましたね。これ面白いですね。ラノワールのエルフという11がいるから攻撃できますが、さらに追加で無謀な嵐探しも11になっているので、野獣は自身の能力、出来事能力で11の人間トークンも生成して、まあ、その後からプレイすることでパワー1のクリーチャーがいないと攻撃できないという状況を満たすこともできるんですが、このラノワールのエルフや、あるいは思いがけない事態で11になったクリーチャーのおかげで、パワー1になったクリーチャーのおかげで攻撃ができることもあると、まあ、恋する人がいないと、か弱い、ね、人間がそばにいないと攻撃できないという、その野獣の特性を、物語性をデザインしたカードなんでしょうけど、まあね、思いもしなかったようなカップリングが生まれるから面白いですよね、このカードは。さあ、エシカの選手はこれに対しては打ち消し弾いて、鎖リレー展開からの船乗りも出てくると。で、鎖リレーの能力で大きいクリーチャー2体タップして、11だけで1点刻んでターンエンド。鎖ならしで2点刻む。のみでターンを終えて、ちょっと山本さんハンドも1枚、島をちょっと5枚、まあ4枚はゲーム的には欲しいところでしょうけど、これでハンドが閉じちゃったりするとちょっとね、無用の長物になってしまいますが、まあ、ここは船乗りがいるのでね、マナーは別に完全に無駄になるというわけではなく、4マナ支払ってカード1枚引き込むことができる、そこから有効なものを手に入れて、お、ここはお、鎖で、このいいカード引いてましたね。さらにスピリット追加して、とにかくタップタップで野獣巨神はしのいでいく。絶妙に残ってるマナが3マナなので、このターンドローはできない。お、からのアクロス戦争が出てきましたね。対戦相手のクリーチャー1体のコントロールをアクロス戦争が戦場にある限り得られる。これで鎖リレーを1体いただくと。でさらにこの次の泉さんのターンが訪れると第2章の能力が誘発。対戦相手のクリーチャーは次のターン攻撃しなければならないという、今こうやってガードを固めたりして、まあ、あるいはこのタップ能力でね、なんとか耐え忍んでいる山本さんに対してノーガードで殴り合おうぜという、アクロス戦争はこれは効いているな。まあこれらのスピリットで攻撃がマストになったところで、7点のライフを巨人野獣軍団からしのぎ切ることができるか。戦争第2章が誘発。アクロス戦争も結構久しぶりに見ましたけどね、やっぱりこうとなるカードが結構使われる側だったので、
えーってなることが多かったですけど、さあさらにスピリット追加、鎖リレータップ、鎖リレータップ、竜乱で鎖で1体は破壊されましたが、これ1体は戦争でコントロール取られていると。野獣は食い止めて、おここは鎖霊も突撃と。山本さん、船乗りをブロックに回して残りはテイク。サンライフ、これで3ですかね。からのエルフの神秘か。もうお互い総力戦。山本さん、さあ状況を打破できるカードはあるか。何かしらこれらのスプリットが攻撃した後でもブロックに回せるクリーチャーがあるかどうか。船乗りでドローして霊気の噴出は引き込むが、ただこれらのクリーチャー全てで攻撃した返しに泉さんの戦場にはクリーチャーが計6体、そのうち1体鎖リレーは次のターンのアクロス戦争墓地に落ちることで帰ってきますが、さすがにこの打線は抑えられないと。どうよとなって、さあゲームは3本目。いいですね、ビート同士の殴り合いが結構2日目はフィーチャーで見られるようになってたぎってきましたね。たぎりを感じます。お互いにそれぞれ重要なカード、3マナの有料クリーチャー骸骨の巨人に、さらに恋煩いの野獣。山本さんの方は鎖ならし鎖リレーという対戦相手のクリーチャーを寝かし続ける必殺のコンビネーションも炸裂したわけですが、最後は泉さんのアクロス戦争が勝負を決めた形になりますね。やっぱりあの2章が強いです。こういうサイズで勝っている状況下でブロックないし何かしら能力でこらえたいと思っている相手に対して絶対に攻撃しろというアクロ戦争第2章は本当に効果的でしたね。さあ3本目また先手後手が入れ替わりますが、アグロ同士のねこの3ゲーム目っていうのは結構胃が痛くなるもんでね。まあでもある種諦めはつくという中でのゲームになるので、これでまあ相手がすごいブンブン、いわゆるブンブンブン回りハンドが来たらもうしょうがないと、なんか自分もねブン回りハンド来たらそのまま勝っちゃうからそれを願いながら相手がブン回って勝ったらしょうがないかと、自分の中ではベストのハンドをキープしてベストなプレーを心がけてやるしかないなっていう、まあ、ある種開き直って、両名ともここ勝てばね本当にトップ8リアルにグッと近づいてくると思うので、
もうあと3ラウンド踏ん張ってほしいところですけど、まあ最終戦ね、そのいわゆるスタンディング順位表を最終戦始まる前に見ることができて、自分がどういう状況なのか確認してから最終戦に臨むことができるんですけど、まあどういうことかというと、 ID 同意の上での引き分けというものがマジックのトーナメントには存在していて、これがね結構他の競技ではあまりないものなのかな、個人はすごく面白いなと思ってるんですけども、マジックの面白いところだなと思ってるんですけど、最終戦、まあ勝った側が残る、負けた側が残れない、もし引き分けだったら両方残れるっていうそのラインだった場合、無駄な無益な争いを避けて両名ともリスクを背負うことなくお互いに決勝ラウンド進出して決勝戦で会いましょうという ID を選択することができます。なのでここで勝ったプレイヤーもしかしたらそのまま1敗を維持し続けて最終戦を迎えた時点で自分の順位がね、例えば2位とかそういう高い順位だった場合、 ID がお互いこれ引き分けで決勝いけるんで、じゃあこのラウンドはと言えるかもしれないので、ね、負けるとね2敗になると途端にこう後がなくなるというか、おそらく11勝2敗の中の上位のそうですね半分、まあ11勝2敗の中でも決勝ラウンドに残れない人が出てくるというラインだと思うんですけど、ここで勝ってちょっとあと2つ勢いつけたいところですね。さあ山本さんの先行で船乗りからの2ターン目は今回はオーラなし、1点刻むにとどまってターンエンド。ただ泉さんはショックランド踏み鳴らされる力入っているので、今回ライフが船乗りの攻撃と合わせて17点という早くも差がついた状態で自身の2ターン目を迎える形になります。ここからの後続があるかないかで、例えば泉さんのデッキの場合、引き裂く榴弾のような除去もあるわけで、まあ、それアクロス戦争とかもハンドにあった場合、お、ここは後続はなし、カープルザンの森ですかね、出してターンエンド。これは山本さんとしてはやりやすい形になったのか、泉さんあるいはこう打ち消しを警戒して相手のターンに動くことを優先したかという、骸骨の巨人が見えますね。さあこの山本さんの、お、ここは引き裂く榴弾、思い切って打ち消されない1マナ除去をここに打ち込むが、山本さんこれに対してトンズラを今プレイしようという、お、これは受けましたね。おお、このこういったね MTG アリアとかだと単純に相手が止まってるだけで見えない、この1マナ寝かして何かしようとした、いややっぱやめておこうっていう、この機微というんですか、ちょっとした動作所作から発生する読み合い、せめぎ合い、こういうところが神のマジックテーブルトップの最高面白いところですが、おお、これは打ち消し、冷凍の罠だったかな、ガイストライトスネア、これで最高の巨人を打ち消して、そして自身の4ターン目鎖リレー、まあ、これは非常に効果的に1ゲーム2ゲームとも動いてましたが、ここでアクロス戦争、先ほどの2ゲーム目を決めた1枚、
かなりこれね殺傷性の高い英雄弾ですから。アクロス戦争通りました。ただこの能力の対象になった鎖でをトンズラでフェイズアウトさせて逃げる。しかもトンズラしたことでプラス1カウントも乗るという三三飛行執着的タンポもついて4点でかい。しかもドロー。のクリーチャー出てくる。ここでアクロス戦争第2章、次のターン対戦相手は、まあ、可能な限りクリーチャーで攻撃すると。スピリットたちを投げ出さなければならないわけですね。第3章ではタップ状態のクリーチャーは自身のパワーに等しいダメージを自分に与えるという、無理やり攻撃させた上で除去するというちょっとテクニカルな英雄弾なわけですが、ただこの鎖リレーがねなかなかのマッチョボディ44飛行なので、まあ3章で破壊されるにしても開き直って次のターンの攻撃で、まあ、少なく見積もっても5点は空から入るので、泉さんは本当大ピンチ、早くもライフ1桁見えてきましたけど、ここはラノワールで攻撃、後続のクリーチャーが出せない、出せないのか出さないのかっていうところもまた気になりますけども、もう最後その巨人。これは OK と踏みつけとして唱えて除去としても使えるんですが、その踏みつけをトンズラとかで避けられた時に巨人としてプレイできなくなってしまうというデメリットを恐れての、確実に4-3というクリーチャーを出したいという意思でしょうね。最高の巨人を戦場にプレイしました。山本さん次のターンは攻撃したことで攻撃してドローしてターン終了で、泉さんのメインに入ったところでアクロス戦争第3章で山本さんのクリーチャーが全滅。からのエルフ追加土地出してターンエンド。キーカードのビークルたちがね見えませんけども、まあ重いので打ち消しの的になりやすいというのがあって減らしている可能性は大いにありますけども、ビークルなしでもなんとか持ちこたえているというところ。山本さんも戦場の盾の、おーっとビークルが、おこれはさすがに勘弁してくれと。お、しかし3マナあるマナエルフと土地が溢れているがゆえに冷凍の罠の追加コストは普通に払いました。そしてスカイソブリン戦場に着地してスピリットを打ち落としたところでゲームエンド。いやー熱い試合でした。熱い熱い熱い熱戦を泉さんと山本さん演じてくれました。いやー見応え抜群。スピリットもね特に鎖リレーがグルールには非常に効果的でクリーチャーをタップし続けて一方的なチクチク戦術に持ち込んでいましたが、アクロス戦争がねやっぱりいいですね。グルール期待という風なアーキタイプについてますけど、ある種アクロス戦争デッキと言ってもいいかもしれない、そんなデッキのフィーチャーマッチをお届けしました。というわけでまた12ラウンドで会おうぜ。